参議院の与野党の幹事長らが歳費の削減について4回目となる会談を行いましたが議論はかみ合わず結論はまたも持ち越しとなりました会談では与党側が提出済みの歳費削減法案に理解を求める一方で国民民主党の提案に沿う形で歳費の自主返納を可能にする改正案の要項を提示しましたまた 今後は各会派とと個別協議をしししたたいと申し入れました一方で立憲民主党はそもそもの定数増に反対しているほか幹事長級で集まる協議の打ち切りに納得しないなど議論はかみ合いませんでした与党側は今の国会で結論を得たい考えですが立憲民主党は対案を出す考えを明らかにしています